想像してみてください。ある朝気分よく目覚めます。窓に近づき外を眺めてみると恐怖で凍りつきます。窓ガラスの外は真っ黒な虚無が広がっているのです。木も雲も何もないのです。ドアへ駆け寄り勢いよく開けると深い穴が。悪夢でもなければ世界が一夜にして消えてしまったわけでもありません。超高層ビル、それも世界で最もイケてる高層ビルの中にいます。普通の住居ではなく、木の枝に吊るされたリンゴのように衛星の軌道から逆さまに吊るされた住居。アメリカの建築家たちがこのようなプロジェクトに着手しており、この建築の傑作はアナレンマタワーと呼ばれています。天文学においてアナレンマとは、地球上の同じ地点から1年を通して太陽を観測した時の位置を結んだ曲線のこと。この曲線は常に8の字型を描きます。デザイナーは同様の曲線を描く空飛ぶ高層ビルのコンセプトに合うとしてこのように命名しました。もちろんこのビルでは逆さまに歩く必要はありません。しかし地球の表面との関係からするとビルは実際には逆さまになっているのです。このプロジェクトの仕掛けは地球の軌道上を飛行する小惑星からビルを吊るすというもの。一見すると SF 映画のワンシーンのような発想ですが、本当に小惑星を利用することなどできるのでしょうか。実際に NASA では2021年に宇宙上の小惑星をランダムに投げ縄で捉え地球に近づける計画をしています。計画の目的は捉えた小惑星を調査し、そこにある珍しく貴重な金属などを採取すること。もしこの計画が成功すれば、小惑星が捉えられ地球の近くまで移動し、アナレンマタワーの建設のために軌道上31マイルの高度に調整されることに。その後プロジェクトに携わる建築家によって開発されたユニバーサルオービタルサポートシステムを利用し、ビルが吊るされる手はずです。小惑星に取り付けられる頑丈なケーブルは建物の骨格のような役割を果たします。そして事前に製作されたモジュールがだいたい20マイル下まで取り付けられます。この建築物の建設のためにアメリカの建設業者を集めており、アラブ首長国連邦の建築の専門家たちも招集されました。高層ビルの建設については圧倒的に経験豊富で、最近アメリカや他の国々の競合と比べずっと早く5分の1のコストで複数の高層ビルを建設しています。コストを抑えるために開発者たちは土地代がニューヨークの15分の1であるドバイで高層ビルを建設しようとしています。製作したモジュールはエミレーツに輸送され、小惑星につながれたケーブルに取り付けられます。この巨大なビルは高さ12マイル以上にもなり、天井は地上からはるか遠い対流圏に及ぶ予定です。このとんでもない高層ビルが落下するのを防ぐために、超頑丈な材料と革新的なアンカーを使用する予定です。スチールの3倍の強度を持つ透明アルミニウムのような素材が適切でしょう。科学者によると、損傷を与えたり破壊したりすることが難しいとされるナノマテリアルも使用されるとのこと。このモジュールをコンクリートで製造することも検討されています。ただし通常のコンクリートではありません。地球上で最も強度が高いと言われているグラフェンを混ぜ合わせた最新のコンクリートです。ビルには窓も必要ですね。そのサイズと形状は高度と温度によって異なります。例えば対流圏より高い位置にある窓は非常に分厚い必要があります。また地球の曲線により最上階は下の階よりも40分間も日の光を浴びる時間が長くなります。ビルの内部は2つのセクションに分かれます。地球に近い階にはビジネスセンター、ショッピングモールやお店、娯楽施設が。
中間の階は居住スペース、そして天国に最も近いビルの上部には宗教施設やお墓が入ります。お葬式であっても地球に帰る必要はなし。すべてのセクターには青々とした芝生や美しい花畑、果実のなる木などを備えた素晴らしい庭が、地球に戻る必要がないほどにすべてが備わっています。またこの高層ビルの居住者は住みながらにして旅をすることになります。建物は毎日8の字の軌道を描きながら時速300マイルのスピードで飛行。建物の軌道はハバナ、アトランタ、パナマ、ニューヨークなど北半球、南半球の主要な都市の上空を飛行するよう計算されています。晴れた日にはこれら大都市の居住者は驚くべき建築物のフライトを目撃できるということです。さらにこのスマートな高層ビルは生活に必要なものを自ら生産します。上層階の雲のないところにはたくさんのソーラーパネルが、この空中都市に必要なエネルギーをすべて賄うことができます。下層階では雲から水を生成しタンクに貯める巨大な設備が設けられます。火山、爆弾、台風やハリケーンなどにより地球が荒廃したとしても、アナレンマタワーの居住者たちは何事もなかったかのように生活を続けることができます。ただし覚えておかなければならないことが一つ、アナレンマタワー自体も災害に見舞われる可能性が、例えば火災や水道のパイプ破裂による大規模な洪水など、そんな事態が発生した場合、設計者の計画では建物と地球の間を常に飛行する特別なパラシュートまたは飛行機を使って素早く避難するという計画です。しかしアナレンマタワーはアメリカの映画エリジウムのスペースコロニーのような究極の救世主にはならないでしょう。例えばこのプロジェクトの考案者が明確な答えを出していない簡単な問いがあります。生み出される大量のバイオ廃棄物の処理はどうするのか。地球の居住者の頭上に撒き散らすわけにはいきませんね。最も面白そうではありますが、おそらく特別なコンテナを使用して地上にパラシュートで降ろされるか、宇宙空間に放出することになるでしょう。しかしどうしても高額な費用がかかってしまいます。さらに建築物の上では高度により酸素が不足し、気温も華氏マイナス40度であるため、保護スーツを着用しなければ一歩たりとも外に出ることができません。この未来的な高層ビルの居住者は巨大で贅沢で自給自足可能でありながら、限られた空間の中で孤立してしまうのです。もっとも国際宇宙ステーションには数十年もの間人が居住しており、一部の宇宙飛行士は2年間もの間そこで心地よく生活していたことも事実。アナレンマプロジェクトの開発者たちは様々な問題点を解決し、プロジェクトを成功させることに自信を持っています。高層ビルのブームにより階層が高くなるにつれ値段が高くなっています。そのこともあって設計者たちはこのとんでもない建物が完成した際、費用を回収できると見込んでいるようです。成功すればアナレンマタワーは初めての脱地球型建築のモデルとなり、世界で最も高い建物となるでしょう。アナレンマタワーの開発者たちはまだ建設に着手していませんが、すでに地球外の別の似たようなプロジェクトの計画を立てています。この計画はなんと金星でぶら下げるというもの。また高度31マイルに位置する金星の軌道上の小惑星から吊るすという計画まで、そして金星に関してはアメリカのプロジェクトリーダーによる似たような計画が他にも存在します。それはヴィーナスガーデンタワーと呼ばれるプロジェクトです。
この構想の発案者によると、地表は地獄のようである明けの明星と呼ばれる金星を居住可能にするための唯一の方法であるということです。金星には600以上もの火山の噴火による熱い溶岩が絶え間なく溢れており、空気中には二酸化炭素と塩酸ガスが充満しており、地表の圧力は90気圧です。また気温はオーブンの温度の2倍である華氏864度に達します。しかし金星の31マイル上空に行くと全く別の環境に。実は地球の環境と近いのです。その地点では1気圧という快適な気圧で、気温は爽やかな華氏59度、摂氏15度です。ヴィーナスガーデンタワーは未来的なスパイラル構造で建設されることが検討されています。 32×98フィートほどのセクションは細心の注意を払って地球上で製作されます。そしてそれらは惑星間宇宙船に搭載され、金星へ運ばれ現場で組み立てられます。カーボンナノ材料で作られた頑丈なケーブルがこの構造物のフレームとして使用されます。構造物の中心には中が空洞になっている筒があり、その中の小さなエレベーター6基、螺旋階段が各階をつなぎます。パイプには扇形のセクションが据え付けられ、建設が完了したらジャックナイフのように開く予定です。ビルの各セクションは200人程度収容可能。ビルの表層は耐久性に優れた透明の空気注入式の膜で覆われます。開発者は特にほとんどどのような気候の過酷な環境下でも長い間持つテトラーフィルムという素材に羨望の眼差しを向けています。現状としてこれらの建築物は居住地としてはあまりリアリティがなく、キメラのように奇妙なものに思えるでしょう。しかし現代の科学技術の発展スピードを考えると、これらの建物がいつかは当たり前のビルになる日が来るかもしれません。未来志向型の建築家たちはさらに一歩進んで、新たなアナレンマタワーやヴィーナスタワーのような建物の計画を立てています。そこではもしかしたら居住者が他の惑星や他の太陽系、他の銀河系に行けるようになっているかもしれません。動画が気に入ったら高評価をお願いします。チャンネル登録もお忘れなく。ベルのボタンをクリックして新着ビデオの通知をオンにしてください。そして共有も大歓迎です。